おっと、なんだよ、驚かせるなよ。一つ聞きたいことある。サリバンは妻が旅を辞めた理由は話したか。考えを変わったとさ。犯人を知っているのか。スマホで調べてみろ。じゃあな。近道かね、トミー。 いえ、違います。私が新入りの運転手です。トミーなら大丈夫です。おお、珍しいな。それで君の名前は？いやー、ルーサと申します。私の家は分かっているのか？はい、あなたのことなら全部知ってますよ。私は泥棒ですからね。お宅に殺されかけたんだ。失敗して残念だ。私は旧約書を信じている。ものすごい恐ろしいことは目にも見えんや。お前のしたことだ。そう思い込むことが一番簡単だ。なぜ俺がここに来たと思うんだ。わからんね。また盗もうというのか。あんたの財産はいらねえ。この頃の金庫を見たか。全部返してやったさ。今頃許すわけにはいかんよ。面白いナイトになりそうだ。あんたも仲間に会いたいか。あの例の話をよ。俺は見ていたんだ。それは聞きたいね。じゃああんたは彼女の不幸の話に耐えられるのか。マジで聞きたいのか。わしも覚悟はしている。あの時金庫室にいたら酔った二人が戻ってきたんだ。そこで男と女が喧嘩したんだ。そこで男は乱暴になり、そして彼女は自分の体を守ると男は騒いだ。あと他に大統領警察官が彼女を撃ったんだ。オーマイガー。グローリアが偽造を計らったんだ。もうやめろ。犯人の話をしようかな。お前だ。お互いいい年してそんなバカな話をするな。結局誰なんだ。それぐらいわかるだろう。いや残念だが真実だ。夜中限りで覚悟する時だ。その後どんな顔を想像するんだ。悪いがまっすぐ行く。あー、ひどすぎる。その通りだ。確かにアランの女アラサリは聞いた。だがわしを裏切るとは。わしが大統領にしたのだ。俺は見ていたんだ。あの記者会見であんたの肩を抱いてな。彼女が風邪をひかなければカリブにいたことを話すだろうな。なぜ風邪だと知っていたんだ。彼女が何を言うのも俺はあそこで見たんだ。どこに証拠があるんだ。確かこれですよ。盗んだんだな。その通りさ。血液も指紋も私のものじゃないんだ。さあ、サリバンさん。
ああ。妻を愛しとった。